ある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登ったらログアウトできるかも。ちょっと期待し、ん？なんだこれ。どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。俺もそうだ、アイテム名が文字化けしてる。キリト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ！俺様が必死こいて鍛え上げたスキルデータが！俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい！こっちでも問題発生だ！転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。何でも下の層に転移できなくなってるみたいだ。これからどうなっちゃうの？みんな聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そうだよね。私たちの目的はSAO をクリアして現実に戻ることなんだから、みんなクリアを目指そうよ。おおう、そうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお、行こう百層に。おお、そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。はあ、やっと外に出られました。ゆい、ゆいちゃん、本当にゆいちゃんなの？パパ、ママ、お久しぶりです。ああ、よかった、二人とも無事だったみたいね。リズ、どうして来ちゃったの？どうして来ちゃったのって、そんな言い方はないでしょ。落ち着いて聞いてね、リズ。実は、もうリズは75層以下に戻れないのよ。は？テイ、リンダース。なんだ、驚かせないでよ。ちゃんとゲートは、ことなの。下の層には戻れないのよ。
私のリズベット・ブグテンド。戻れないのは辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。何よ、いいところって。例えば上層なだけあって、下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮想とは段違いか。ありがとう、アスナ、キリト。早速リズベット・ブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。お前、ひょっとしてピナか？ピナ、勝手に先行っちゃ。キリトさんってシリカまで。お久しぶりです、キリトさん。どうして。噂で聞いたんです、最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私、いても立ってもいられなくなって。それで、でもお元気そうで安心しました。私、キリトさんのお手伝いします。ご迷惑をおかけしちゃうかもですけど、でも精一杯頑張りますから。あそこ、私のアバターネーム。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃん、よろしく。それじゃあ街に戻ろうか。キリト君、あれ？私、ここに来た前後のこと全然覚えてなくて、空から落ちてきたなんて言われても、はい、そうですかって納得なんてできるわけがない。右手をこう。何これ。シノ、多分それが名前見た。こうして心強い仲間が加わり、76層の攻略を始めようとした矢先に、俺はホローエリアに迷い込んでしまったんだ。